んこんにちは、モービーズラカのズラカです。重心がね、重心のブラックジェルソコーデ揃うので、はい、はい、それを揃えたいなと思います。はい、重心が揃うんだよね。あ、重心のブルーのワンピ、ブルーのワンピが揃うんだよね。ワンピが出るんだよね。揃うんじゃない、出るんだよね。 OK です、間違えました。はい、でこの間のライブでね、はい、そのためのソラポポさんのホール付けを作ったってことですね。はい、じゃあやっていきましょう。はい、やっていきましょう。ちょっとね、これ邪魔だ。はい、ではじゃあやっていきましょう。これ巻いちゃ被っちゃうよね。そうだね。どうする？これ好きだけどね、トラボさん。これライブでやんなかったっけ？いいよ。じゃあ、これにするね。夢色エナジーの動きもいい。これでいいよ、うん。曲の音をちょっと消して。で、すずちゃんでやるの？リアクラウンのね、はい、やつに変わったよ。本当だ、プリズムストーンじゃなくなってる。そうだ、ジャクラも立ってる。じゃあじゃあじゃあ見てかっこいいね。うわ、スーちゃんっぽくない。じゃあね、あんまりよく見えないって言ったらこっちだよ。そうですね、これが、はい、このコーデでございます。スーちゃん、このコーデにコーディネート決定。紹介するよ。みんな盛り上がっていこう。ブラックジュエルの重心を胸に、なんかかっこいいね。ステージ始めるよ。スカチャンネルレッツスタート。右のゲームやってみた。リズムに合わせてボタンを押してね。あ、あなたね。
するね。はい、こちらですね。はい、はい、お願いします。これでいいかな。プリチケプリント、エモいプリチケ、すすみだ、いくよ。食べよう、食べた、食べた、じゃーん。はい、できました。すずちゃんのおぶつけ、これ、え、ほんとにプリチケ取り出し口をチェックしてね。やばい、アンコールはやらないっす。やらない、絶対にやらないです。やんない、やんないです。それも、もう騙されて、やんないです。なんでよ。いや、すずちゃんの、すずちゃんのほろづけすごい、やったけ、やんない、やんないです。遊んでくれてありがとう。すずちゃんのほろづけやったね。今までできなかったんだよね、これね。できたよ。あ、できたっけ。だってほろづけを作るのなくなったから。でもほら、あれになってたじゃん。え、フレンドチャンネルじゃなくて、なんだっけ、前のは。え、だってジュエルになってから変わったよ。あ、ジュエルになってからできるようになったんだっけ。だって前だってエモちゃんのほら、あ、そっかそっかそっか、やったからゲットしたじゃん。わかりました。2枚目だね、すずちゃんは。はい、終わりました。でかいな、声がめっちゃでかいな。響きます。いや、いい、あまり響かせないでください。はい、どうでした、ジュエル。まあ、すずちゃんのやつがゲットできてよかった。よかったね、すずちゃんの方が。でも1個言っていい？どうぞ。あのパサリング何だったの？え、パサリング何だったの？何、どういうこと？パサリング取ったじゃん。うん、あれ何だったの？何だったのって？ほら、ちょっとパサリング。あ、そうだね、違うな、違うな。何だったんだ、あのパサリング。意味ないパサリングだったのかな。そうだね、多分画面の横ぐらいに出てると思うけど、撮ったパサリングが意味なかったね。はい、謎ですね。はい、謎は謎のまま、謎は謎のままですね。ね、じゃあね、こう調子でまた次回も青も揃えま、揃えましょう。中心のブラックジュエルね。はい、はい、ブラック、あ、ジュエル、ブラックじゃない、ブルージュ、ブルージュエルね。じゃあ最後よろしくお願いします。はい、もしこの動画が良ければチャンネル登録と良いねボタン、ツイッター、インスタ、TikTok よろしくお願いします。お願いします。それでは、せーの、お疲れ、バイバーイ。